怖い怖い怖い、あ、そういうことびっくりしちゃう、おい、それはダメだよ、ねえな、まあ、あれで死んだんじゃねえの、この件で誰か死んだんじゃん、ばあちゃん、事故って、いや、ニュースなってたよ、このやべえでしょ、この辺のところ、やべえじゃん、まあ、なるんじゃない、うん、ああ、この辺、なんか、ああいうので事故って死にましたって書いてあった、あれは無理やろ、クソ迷惑じゃん、いや、反応できない、クソ迷惑、ほんと迷惑、いいね、止まってあげてもいいんだけど、感動できません、クソ迷惑、何あれ、宮本武蔵じゃなくて、何したっけ、あの本、お前と同じじゃん、腹巻きしてんじゃん、あれ何したっけ、腹巻き、違う、あの、本読んでるやつ、一生が、あ、二の金、二の金、そうそう、あ、いや、あそこ来たな、二の金、なんだ、二の金って明日行くかな、自由があったら絶対ないよ、ないね、だって、つくば行くんだもんな、あーもう楽しみだわ、明日湾岸線がそっちかよ、山ちゃん餃子いいね、頑張ろう、日本、ま、事故んなきゃいい、ガソリン代食うけど、20度でしょ、でもそのさ、数日後にはさ、また12度まで下がるからね、体を、いや、まあ異常気象にしちゃったらもう人間のせいで、外出るなって考えて、そうなったら、もう本当に、この間もさ、圭介おじちゃんとおばちゃんに夜会ってさ、そんな気候の話しててさ、もう自分が子供、あの学校の授業で習った、こういう風に数年後、数十年後こういう風になるみたいな授業を受けたんですけど、今本当そんな状態ですか、びっくりですよって言ったら、ああそういう授業なんだね、受けるのって言って、世代が違うからそんなこと習ってないわって言って、この間ね、門の中まで入れたんだよね、おじちゃん家のね、うん、なんか境界線があるのがいかねんで、あいつこの面白いから、行けるかな、行きたいな、1代目の人が遅いとね、いや、いけない、多分遅いんじゃなくて、まあでも直進がいたせいなんです、そうそうそう、ほんと迷惑かな、直進バックはいいね、秋が来ちゃったな、もう前行ったからいいかなって感じ、あのビッグバック事件がもう忘れられないかも、いいじゃん、いや間違ったのはいいんだよまだ、なんで逆さに入ってんねんって、そっちで、それを昨日さ、江戸崎さんと休憩室だった時で話してて、うん、蓋さ、開けたらさ、逆なんだよって、いや、だからさ、パン薄くなったなって一瞬思ったんだよ、ケツ、っていうか、パンがもう全部あれになったかと思った、でしょ、だから薄くなったなって思ったでしょ、最初、うん、なんか、ビッグマックしょべえなと思ったらさ、よく見たらさ、逆に入ってんだけどつって、おっぱいの方がね、しかもビッグマックどうやって食っていいか分かんなくてさ、2つに割って食べたんだけどつって、うん、笑ってた、いや自分も食べたことないんですけど、あれどうやって食べるんですかねって言ったら、口を大きくないとまず噛めないよねって、さ、2つに割るとさ、一番下がさ、あ、やべえ、ちょっとこれ、じゃあ、ね、ちょっと、怒らない、怒るとこの触れ合いの科学館で今日失敗になるよ、どうぞ、あんたが嫌なんじゃない、何が、ドライブなわけあるかい、すげえ、フレハル科学館でまたポンと入らんじゃない、マジで、あ、俺が嫌だってこと、うん、嫌だ、そう、私別に持ってない、帰んならじゃあ帰ろって言うな、疲れてるのどっちでもいいと思って、寝てればいい、あ、なんかボーリングやりたくなってきたな、いいんじゃん、ラーマンって意外に安いんだよね、ボーリングやりたいな、バッティングセンターってなんか殴りたい、意味わかんない、球打ちたい、間違えた、殴りたいじゃない、このマイボールまだあるからやろうかな捨ててないんだよ、結局バッティション
なんかもうパッキーボールとかああいうさどうでもいいボーリングえぶねえでやりたい。親子かな、親子っぽい。あ、普通に思ったけどここ歩道じゃないよね。歩道ではないよ、本当は。本当はダメなんだよ。なんかみんな普通に歩いてるから、なんか普通に考えたけど、いいよ、冷静に思ったけど俺チャリ専用じゃねえの。まあいいんじゃない、横断歩道あっちやん。逆、まあ横断、この歩道距離見ないからね。うん、まあよくわかんない。俺もいいんじゃないのって気はするけどね。でも何でもいいんじゃない、どうせ条件は一緒だから、車が来る条件は。まあね。あ、でもそこで何かあった時に文句ばれても知らないよぐらい。すごい、まあ事故った時にはそう、仮にもそこやっぱチャリ専用だよって言ってたからね。うん、その歩いて、いや歩行者歩いてお前が歩いてなってるのは知らないけど、そうなるかもしれない。で後ろからついてきてる映像がちょっと面白かった。なんか荷物もらえなかったかわいそうなトラックに見えるとか言ってみんなして、確かに。レッドビクトリーいるよ。え？レッドビクトリー。いや、よう考えたら。うるさい、うるさい、うるさい。チャウチャウかけたらポメラニアなんです。ゲームって。どうやったら。するのって結構理由だと思うよ。なんか見るの分かる気がする。ああやって着るんだとかさ、うん、楽しいよな、確かに。楽しいってか結構勉強なんだよ。なかなか見ることないもんな、まじまじと。うん、まあ分かる。さ、ああいう作業をしてる人たちがいて、なんかすごい頭いいと思いますね。土落ちてたらどうしよう、もうなんか。そんな本のところがすごくないですよ。うん、あ、手紙してもわかんない。なんか通じながらしかしない。うん、いや、そこも行かないよ、真ん中までも。もう、頂上でおしまいです。何、真ん中って。あそこの、下ってるとこあるんだ。うん、さっきあそこ、男で、女のあの、これはロペアルところ。ケーブルカーだもん。あ、ケーブルカーとか間違えた。うん、あそこも行かない。雪の状況次第だね。いや、やめた方がいいと思うよ。滑ると思うよ。あそこ結構バカになるのよ。寒いしな、そんな。うん、あの、結構滑ると思う。すこぶる標高高いわけでもないのに、線もないのに、やっぱ場所柄なのかね。位置的に北側なのかな、山は。そこにいるかな、それがちょっと心配だ。でもまだ、あれしたら、サクしちゃうらしい。いや、もう一生サクでしょ。なんか人によってはこの時期だけっぽいって言ってる人もいるけど、もしあれずっと落ちあると思う。そうそう、あの正月の期間の時には確かに昔そうやってたけどさ、だからなんか降りたする人いたんでしょ。いや、降りたっていうか落ちたかもでしょ。多分結構事故多かったでしょ。だってうちら行った時すげえ多かったじゃん。なんかやたらとヘリ来てたし、確実に滑落する事故があった。安全日つければいい。あ、曲がりきれない。いや、急げ急げ。頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ、やったー。ちょっとやったー。ああいう状態でもさ、クソ意地悪いやつ流してくるもんね。あじゃあ。あれやばいよね。性格悪い。あ
あれで鳴らせるって相当本当に正確にやばいくね。で事故るんでしょうか。あ、TikTok でマー君って人のところに殺してみよう。あの人すごいよね。あ、知ってんの。あ、だってインスタでよく流れてくる。あ、インスタだ、間違えた、使ってくれる人でしょ。いや、なんかあの人すごいなって、うん、俺みたいな凡人には絶対見に来ましたね。なんか変な話、変な物あげる系 YouTuber みたいな人かと思ったけど、結構言ってあげ、言ってる言葉がなんか悪くなくてびっくりした、うん、そのなんかどんな人に対してもなんか下げずむような発言ないく、うん、なんか全てに対してこうすごいじゃんみたいなことを言えるから、うん、この人すごい人、すげえなって性格が、うん、見てみたいよね、どんな人なんかね、うん、そう、靴買ってほしいとかじゃないけど話してみたいわ、あの人。あ、何やってんだろう、知らねえ。すげえ金持ってるよ。だってトラビスって俺初めて知ったもん。なんだトラビス。だってナイキ